麹味噌、赤味噌、合わせ味噌味噌は、大豆や米、麦等の穀物に、塩と麹を加えて発酵させて作る発酵食品で、日本の伝統的な食品の一つである。日本料理の代表的な材料として、日本国外にも知られている。食品学、人類学的には、日本の味噌は、醤油と同じく、非塩のうち黒鼻塩に分類される。 一般的な味噌は日本独自のものであるが、東アジア、東南アジアの各地に存在する大豆や、その他の豆、穀物を原料としたペースト状の発酵調味料である、国シ塩も類似性から味噌に含める場合もある。例えば、中国の豆板醤、韓国のコチュジャンを日本ではしばしば唐辛子味噌などと呼ぶ。主な原料は大豆であるが、 穀物や麹の違いで種類が豊富である。穀物に、気麹菌などの麹菌を繁殖させた麹や塩を、混ぜ合わせ、発酵させることによって、大豆のタンパク質を消化しやすく分解し、旨味の素であるアミノ酸を多量に有利する。穀物由来の麹が増えるとデンプンが、糖に変わって、甘味が増し、大豆が増えると、アミノ酸による旨味が増す。原料により豆味噌、米味噌、 麦味噌など、地域、種類によりか味噌、白味噌、合わせ味噌などと区別する。古くから日本の食生活における主なタンパク源である。また、服食の素材が豊富になった今日では調味料とみなすことがあるが、江戸時代中盤以前はおかず的な扱いをしていた。現在でも、おかず味噌、ネギ味噌、ピーナッツ味噌、金山デラ味噌、豚味噌、魚味噌、 香馬味噌など多数の味噌加工品が存在しており、日本料理に欠かせないものの一つとなっている。特に近年では、スローフードや日本食ブームにより、味噌の良さが改めて見直されている。長年の経験では、味噌は食品として万能であることが、江戸時代の本朝食感に記載されており、その健康増進効果から、味噌汁は医者殺しと当時から言われていた。 20世紀後半からは健康効果の研究が行われている。味噌の製法の概略については、手作り味噌の作り方の一例を参照なお、一般的に流通しているのは米味噌である。味噌の栄養価の参考値実際の栄養価は、原料大豆の生育環境、品種、発酵に参加する品種、副原料の添加量など多くの要素によって変動するため参考値である。 味噌には、以下のような成分が含まれる。味噌造の木をけ現在市販されている味噌は、プラスチック製の容器に機械で詰められて売られていることも多い。味噌の起源には二つの説がある。語源も、未だ非塩にならないものという意味の味味塩から、平安時代に味火塩、味噌、味噌となった。701年の大法律令に味味塩が、課税対象として現れ、 守備塩という石を管理する役職の記述もある。現在の味噌の起源に連なる最初は奈良時代である。当時の文献に未皮塩と呼ばれた食品の記録がある。また、末皮塩とも書かれ、大法令の大前食上では末皮塩と記される。他に味皮塩味噌の字もすでに見える。藤原家の遺跡からは、馬ま笠から食品担当監視に必 このみひしお、あるいはすえひしおが、やがてアジビシオアジ、味じびしお、あ味噌みそと変化したものであることは、わみょうるいじゅや、ゴミ袋という辞書に書かれている。この当時の味噌は、調味料というよりは、豆や、その他の穀物を塩漬け保存した、保存食であり、つまんで食べられた。つれずれ草にある、ほうじょときよりと、ほうじのぶときが、台所に残っていた味噌だけを魚として酒を、 組み交わしたという逸話は、このような時代背景によるものである。大豆を原料とした調味料としては、当時は塩辛納豆が主に使われた。室町時代になると、各地で味噌が発達した。戦国時代には主にぬかが原料とされたが、兵糧として重宝され、加工品の芋柄縄も含め、兵士の貴重な栄養源になっていた。その名残は、 ほうば噌などとしても伝わっている。各地の戦国武将にも、味噌作りは大事な経済政策の一つとして見られるようになった。各地の風土、気候を反映し、材料比率を変えたり、熟成方法などが異なる多様な味噌が製造された。江戸間味噌も参照明治時代の一般的な味噌の、醸造期間は1から3年程度であった。明治時代の国語辞典である、限界は、 味噌の分類として以下の三種を挙げる。その記述では当時の赤味噌と白味噌は材料の豆や麹が異なったという。ふかすか茹でるかした大豆を潰して団子にし、バラで包んで味噌玉としての木下などに吊るし、枯れ草菌や納豆菌やカビが生えるなどして熟成した物を塩水と合わせて仕込む玉味噌は現代でも地方各地に残っている。また、 味噌玉を作って味噌を仕込む方法は朝鮮半島の天山においても見られる。すでに江戸時代の本町食感には玉味噌というものあり。煮豆を半煮えで包丁で砕き洗い細かさにして、麹は少なく塩は多く揉み合わせ、玉に締まりの大きさにする。これを藁で包み縄で縛り、これを軒下につなげ、粘が過ぎて使う。これは加藤品である。または煮えた大豆を使い麹。 塩を混ぜ込めぬかを合わせて作る。これは、最下等品である。長期保存しても腐らないため、しもじものものは好むとある。明治時代末期に、日本陸軍領町省に勤めていた、河村五郎が、麹の働きを温度管理で調節する、味噌測定法を考案。醸造時間は、数ヶ月に短縮することが可能となった。当時、 東京で主流となっていた仙台味噌の醸造法と共に全国に普及した。明治時代末まで味噌の原料豆を砕く道具は薄と杵であり完全な破砕ができなかったため出荷された味噌には豆の粒や欠片がそのまま残っており使用の前にすり鉢で粒を潰し味噌こしでこしてから使った。やがて味噌製造が機械化すると味噌を出荷前に機械でこし、 家庭でいちいち吸ったりこしたりの手間が省ける、腰味噌、すり味噌が販売されるようになった。現在のような、滑らかなペースト状の味噌が販売されるようになったのは、味噌こし機械の導入以降であるが、味噌をすり鉢でする習慣は、戦後も残っていた。腰味噌は、食味でを取るとの議論もあり、現在でもこしていない、粒味噌が販売されており、 鹿児島県の甘み料理のように粒味噌のまま使っている地域もある。1926年に最新醤油味噌醸造法、戸賀野明二郎著醸造評論者が発行されている。本書は国立国会図書館のデジタルライブラリーで閲覧可能である。当時の醤油味噌の製造方法がわかる。戦前の東京では 川村が開発した味噌測定法を基にした早作り仙台味噌が普及。第二次世界大戦中には食料統制下で全国味噌組合方式へと発展し、配給味噌の基準製法になった。また、温度に着目した醸造法が各地で試された結果、大戦中の1944年に中田映像が醸造中の温度管理の適正化を進めた。 中田式測定法を開発。醸造時間を20日とすることも可能となった。この測定法は中田の新州味噌の醸造法とともに戦後全国に普及した。昭和30年代後半までは農村では多くの農家が味噌を家庭で自作し、昭和40年代の高度成長期とともに自家製味噌は減っていた。とはいえ仕込み味噌と呼ばれる味噌を買い、 発酵と熟成は家庭で行うということがその後20年は続いた。1970年代までは食料お品店などで醤油や味噌が樽から量り売りされていたが流通の変化などで量り売りは姿を消し袋やプラスチック容器などのパッケージに入ったものに変わっている。従来は袋詰めの際添加物としてソルビン酸カリウムが使用されたが 現在は主性を2から3%添加する。これにより、耐塩性酵母を殺菌し、発酵で出る二酸化炭素による膨張を防ぐことができる。なお、調整処理されていないものは生味噌と呼ばれ、耐塩性酵母が引き続き活動している。1979年度後期より、国家資格である技能検定制度で、味噌製造技能士1級、二級試験が始まった。 味噌製造の技能の伝承を確実にしている。1級は7年以上の実務経験、または2級合格後2年以上の実務経験、2級は実務経験2年以上。科目は、学科試験は、味噌製造法、微生物及び、酵素、化学一般、電気、関係法規、安全衛生で実技試験がある。今日では、 北海道トイネップ村から沖縄県与那国町まで日本のすべての地域に製造業者が存在する。それほど高度な技術や多額な資本投下なしに製造できることが推測できる。同じ国尾塩の中でも特定地域に集中している醤油製造との違いでもある。多くの製造業者があり他の食品と同じように商品の多機能化と差別化が進んでいる。 単に素材の違いだけでなく、出し入りのものや、カルシウムなどを添加したものを販売している。漬けて味噌かけて、味噌など食卓に置いておく味噌をも普及している。2000年以降は、味噌の出荷量は単調減少で、2015年には2000年比2割、近い落ち込みである。2000年以降でパートでのみ、その出荷は4分の1以下になっている。 2009年8月味噌ソムリエ制度ができ、味噌の普及の基盤ができてきたが消費の減少に歯止めがかかっていない。現在、味噌は味噌、味噌汁は味噌スープとして日本国外の人にも日本のものとして親しまれている。味噌はジャスでは味噌と表記され、主材料によって次のように分類される。また、その製造法に禁する色の違いによって赤味噌、白味噌、 単色味噌のようにも分類される。赤味噌の一つ、江戸缶味噌と単色系の新州味噌大豆や麹の、タンパク質と糖分による、メーラード反応による味噌は着色する。強く蒸した大豆を多く使い、長期間、高温で熟成させると色が濃くなり赤味噌になる。一方、茹でて糖分やタンパク質を流し出した大豆を、静白した米や着色の進まない系統の麹を多く合わせ、 短期間熟成させると白味噌になる。白味噌は熟成期間が短いので色が白く材料の麦などの粒子が残るものもある。熟成期間の長い赤味噌は保存のために塩分濃度が高い傾向にあるが、高温で長短期間に熟成を終える赤味噌である江戸間味噌は塩分濃度が低く甘い。この中間として信州味噌を代表とする単色味噌があり。 全国的に普及している。一般に赤味噌は塩分濃度が高く塩辛く熟成期間が長いのでコクがある。白味噌は塩分濃度が低く麹の糖分により甘い。赤味噌は東北地域、中京地域を中心に作られている。豆は糖分が少なくアミノ酸の材料であるタンパク質が多く含まれているので豆からは主に赤味噌が作られている。 中京地域の一部では、黒い八丁味噌も含め赤味噌と呼び、その味噌汁を赤だしと呼ぶ。味噌の種類の一つ、八丁味噌全国的に見て、一般的な味噌は、米味噌であり、豆味噌は中京地域のみで作られている。米味噌の色は、黄色や黄色帯びた、白色、赤色など多様。米味噌は、単色の場合、一般にに大豆を用いるが、 赤身のかなり濃い米味噌は蒸し大豆を用いる。また、米麹が多く使用される味噌ほど熟成期間が短く済む傾向もある。米の白味噌では、新州味噌、西京味噌が代表的で、米の赤味噌では、津軽味噌、仙台味噌などが代表的である。西京味噌は甘みが強く、仙台味噌は辛みが強い。津軽味噌はコクがあり、 新州味噌はあっさりとした口当たりを特徴とするなど、様々な特徴がある。米味噌の多く消費される地域は、東日本全域と北陸地方、近畿地方である。なお、日本の都道府県の中で一世帯あたり味噌消費量の第一位は長野県であり、またその生産量においても長野県が群を抜いており、お焼きなど地域での名産品もある。 麦味噌は生産量の11%ほどを占め、九州、中国地方西部、四国西部では主に麦の白味噌が作られている。北関東では大麦を使った赤味噌も作られている。豆の赤味噌は蒸し大豆と豆麹を用い、米の赤味噌よりも熟成期間が長いので、その色は米の赤味噌よりもさらに赤みが強く、黒みを帯びた濃い赤茶色である。米味噌や、 麦味噌に比べて甘みが少なく渋みがありうまみが強いのが大きな特徴である。豆味噌を主として消費するのは中京圏の愛知県全域、岐阜県美濃地方の中南部、西部、三重県北東部に限られる。豆味噌では八丁味噌が代表的である。日本各地で味噌は作られているが各地方で材料、風味、色にそれぞれ特徴があり。 地方色の強い食材でもある。大豆と米を発酵、熟成させたもの。北海道から本州、四国など広い地域で作られている。主な米味噌、編集大豆と大麦または裸麦を発酵、熟成させたもの。九州地方と北関東の一部で主に作られている。麦味噌の出荷は2007年以降、豆味噌をした。主な麦味噌、編集大豆のみを発酵。 熟成させたもの。愛知県で主に作られている。主な豆味噌。編集奄美大島の素鉄のなり。味噌大豆と玄米と素鉄の実のデンプンを発酵。熟成させたもの。南西諸島特産。蒸気の各味噌を混合したもの。または、その他の調味料を加えた合わせ味噌。特に、甲州味噌は、関東県と中部県にまたがり。 米と麦の両方を使用する全国でも珍しい味噌である。金山寺味噌大豆、米、麦を固形物が残った状態で発酵を止めたもの。金山寺味噌は蒸気の材料に加え、塩漬けしたウリ、ナス、生姜などの野菜等を混ぜて短時間発酵させたもの。近年は味噌を家庭で仕立てることは珍しくなったが、かつては多くの家庭で自作されていた。味噌は、 比較的自作が容易で、誰でもそれなりの出来栄えものが作れる。中世には、自分の作品や腕前を自分で自慢する、手前味噌という表現が生まれた。家庭での手作り味噌の作り方の一例を一下に示す。米麹 1kg、塩 430g を混ぜ合わせる。これを、塩切りといい、塩と混ぜ合わせたものを、塩切り麹という。 塩分により麹菌はこの時点で復活化されるが、麹が生産した酵素群はそのまま残り、酵素群の作用により、タンパク質、澱粉、脂質はそれぞれアミノ酸、グルコース、脂肪酸に分解される。アミノ酸が旨みに、グルコースは甘みとさらに耐塩性酵母がグルコースを分解して、生成するエタノールが香りの一部になり、耐塩性乳酸菌がグルコースから、 ほのかな酸味を生成する。なお、塩が不足すると、雑菌が繁殖する原因となる。大豆 1kg を、一晩水につけ、十分に柔らかくなるまで茹で、水を切り、煮豆を十分に潰して、人肌に冷ましたものを塩切り麹に加えてよく混ぜる。大豆が熱いままだと酵素が熱で活性を失う。煮豆を十分に潰して、麹とよく混ぜないと、 大豆タンパク質と麹の酵素が接触、反応せず、アミノ酸分解が進まず、旨味が出ないことになる。よく混ぜたものをジッパー付けのポリエチレン袋に詰め、空気をよく抜く。空気を抜かないと、特に納豆菌、カビ等の雑菌が繁殖する原因となる。損を使っても良いが、ポリエチレン袋の方が気体を抜きやすく家庭で管理が、しやすい。透明ポリエチレン袋であれば、 密閉が容易で中の状況が確認可能である。また、封をしたままで攪拌したり、潰し残しの豆や麹を袋の上から指で潰すこともできる。味噌の熟成は、麹が生成した酵素と、大豆タンパクトの接触反応が中心であるので、攪拌するほど、豆と麹を潰すほど短期間で、アミノ酸への分解が進む。また、 耐塩性酵母による発酵に伴い二酸化炭素が発生するので適宜気体を抜く必要がある。空間が生ずるとカビが生える、可能性が上昇する。仮にカビが生えたとしても、胞子から成長した麹カビであることが多いので、極端な色調の相違がなければ、通常の場合はそのまま味噌に混ぜ込んで差し支えない。なお、本記事上部の写真のように、味噌製造元で、 味噌損に山のように石の重しを積み上げるのは石の重さで気体と発酵で発生する二酸化炭素を抜くためである。発酵がある程度進んだ段階で攪拌するために一回程度天地返しを行う。発酵が進むとアミノ酸とクルコースが反応するメーラード反応が進行してだんだんと味噌の色が茶色に変化する。この色の変化は アミノ酸の生成の程度とうまみの程度を示している。ひと夏越して味噌の出来上がり、酵素反応速度は温度に依存するので、温度が十分に上がらないと酵素がタンパク質その他を十分にアミノ酸までに分解できず、うまみが十分に生成されないことになる。麹酸は平成7年の食品衛生法改正に伴う既存添加物として使用が認められている食品添加物である。 この麹酸は、味噌や醤油等の製造に用いられる麹菌が生成する抗菌作用を持ち原料の腐敗を防ぐ効果がある重要な物質である。ところが、その麹酸に肝臓癌などを誘発する危険性が指摘されるに至り、味噌や醤油の発芽性が問題になった。しかし、動物試験での濃度に比して、食品中の濃度はごく微量でしかない。その後、 化粧品メーカーが工事んの安全性を確認する追加試験を実施し、工事んの化粧品としての使用は安全性上なんだ問題がないことを証明した。味噌については古くから摂取され続けてきた食物であり、食品中の濃度はごく微量でしかないことから、工事んの毒性は問題にならないとされている。工事カビはアスペルギルス属に分類されるごく普通の 不完全菌の一群である。このうち、日本麹カビなど、一部のものが麹菌として、味噌や醤油、日本酒を作るために用いられてきた。発酵食品の製造に利用される一方で、麹カビの仲間には人に感染して、病気を起こすものや、食品に生えた時にマイコトキシンを産生するものがあり、医学上も重要視されているカビである。 熱帯から熱帯地域にかけて生息するアスペルギルスフラバスなどのカビによりアフラトキシンが生成され紫外線の照射により強い傾向を発する。1960年にイギリスでナナメントリが大量死した際の分析中にアフラトキシンが発見された。なお、1960年代に麹菌のエオーザーやエソジャエでアフラトキシン生成が疑われたが アフラトキシンを生成する機能は失われていることが判明している。大豆は、タンパク質やカルシウムを多く含むため、栄養源として重要である。大豆の過食部乾燥重量 100g 中で、417kcal、水分 12.5g、タンパク質 35.3g、脂質 19.0g、炭水化物 28.2g の栄養価がある。さらに、大豆に含まれる、 ゲニステーン、ダイゼイン、グリシテインなどのイソフラボンは、大豆イソフラボンと総称され、弱い女性ホルモン作用を示すことから骨粗しょう症や、高年期障害の軽減が期待できる。これらの作用から、大豆製品の中には、特定保健用食品に指定されているものもある。骨粗しょう症予防効果、高年期障害の緩和に加えて、高動脈効果作用の可能性もある。また、 乳癌や前立腺癌等の予防にも効果があることが、疫学的な調査で明らかになってきており、特に、イソフラボン配糖体のゲニステーンという物質に、腫瘍の血管申請を抑える効果があり、それにより、腫瘍の増殖を抑制することが分かってきた。その他の大豆の健康への効果は、大豆健康への影響を参照のこと。発酵によって作られる、脂肪酸エチル類が、 ガンを引き起こす変異源の力を抑制するという説がある。味噌汁を飲む回数が多い人は、胃がん死亡率が低くなるという調査結果がある。動物実験では、肺がん、胃がん、乳がん、肝臓がん、大腸がんの抑制効果が認められ、味噌の熟成度が高いほど効果が高かった。味噌に含まれるイソフラボーンが、肝臓食を抑制し、 アポトーシスを誘発するのではないか。さらに、味噌の熟成により、イソフラボンが配当体からアグリコン型に変化しさらに、癌を抑制する効果が高まるのではないか。あるいは、熟成が進行している元気な味噌には、癌予防を含めた、生理活性物質が産生されるのではないか、と言われている。血圧低下の効果もあると言われている。また、味噌の熟成に伴うメーラード反応によって、 生成する褐色色素のメラノイジンは、インビトロでは抗酸化作用、活性酸素消去活性、ヘテロカンアミノ化合物に対する脱変異、原活性などを有するとされている。味噌は優れた抗酸化能力を有し、味噌のラジカル補足能力はその大半をメラノイジンになっており、味噌の色調が濃いほどその能力が高まっているとされている。 マルコメと東京工科大学の研究者らとの共同研究により、味噌には肌の保湿やキメを改善する効果のあることが発見された。これは、味噌の抽出物が角層でセラミドを合成する酵素を活性化させることが原因という、塩分摂取量と胃がんの発生率には性の相関があることがわかっている。ただし、味噌の塩分による胃がん発生率上昇のリスクは、 同僚の食塩よりも低い。また、通常高血圧を引き起こす塩分だが、味噌は血圧をほぼ上げない可能性が、動物実験から示唆されている。味噌の大豆タンパクが、血圧加工に作用していると思われる。ありがとうございます。